こんにちは。アトリエサロン虹の子、虹の輪パステル教室のひろこです。いつもこのチャンネルをご覧いただきましてありがとうございます。初めてこちらのチャンネルをご覧になられた方々は、こちらはパステルアートの描き方を楽しく優しく誰でも簡単に可愛く描けるっていう動画を配信しております。ぜひね、チャンネル登録していただけると今後の励みになります。よろしくお願いいたします。毎週土曜日にお届けしております癒しのアート館虹の輪ギャラリー、こちらは私の作品を紹介するコーナーになっております。パステルアートだったり、アクリル画だったり、トールペイントだったり、これまでのね作品がいっぱいあるので、そちらをねちょっと皆さんと一緒に見ていただけたら嬉しいなと思って、このコーナーを設けております。こちらもね楽しみにしておりますっていうね声をいただき、すごくね励みになっております。本当にありがとうございます。パステル教室の方は不定期なので8月はお休みさせていただいたんですけども、9月からまたね再開頑張りたいと思います。どうぞ応援してください。それでは今日の一つ目の作品を紹介いたします。今日最初の作品はこちらになります。こちらは虹の輪カレンダー2021、9月の絵になります。9月になりましたね。9月の誕生月花ダリアが書いてあります。でこちらにいる妖精2人、こちらは私の孫のゆうなちゃんと姪っ子のね子供のつむぎちゃんがモデルになってますね。大きなダリアの花を見上げてちょっとね微笑んでる妖精さんを描いてます。こちらはいつもと同じです。背景はパステルで、で2人はアクリル絵の具を使ってます。お花にもちょっとねアクリルを使っております。優しい感じのねピンクの可愛らしい絵になってるかなね。ぜひね本当はね皆さんに原画を見てほしいんですけども、これでね動画でお届けしております。ダリアの花ね、いっぱいいろんな花ね、花の色があるので、ぜひねダリア観察してみてください。花びら一つ一つで描くのがすごい大変なんですけど、私の動画ねパステル教室の方でもダリアの描き方があるので、そちらのねリンクを貼っておきます。ぜひねトライしてみてください。ちょっと根気がいるんですけどね、描きましたよって言ってね皆さんねいっぱいね描いてくれたのでとても嬉しいです。頑張った甲斐があったなと思ってね。ぜひねダリアの花色を違いでねいっぱい描いてくれたらすごいねエネルギー使うんですけど、描いてみてくださいね。でまた私に見せてください。楽しみにしております。続いて紹介する作品はちょっと懐かしい作品になります。私のねトールペイントの作品なんですけども、本当にねあのお宝中のお宝、古いものなんです。2点あるのでお見せしたいと思います。まず最初はこちらです。ももちゃんと花ちゃんはね別なんですけど、この周りのねフレームになります。やはりアン&アンディって言ってね、昔すっごい流行ったアメリカの作家さん、イラストレーターのジョニー・グレールさんっていうね方のこうキャラクターのお人形さんなんですけども、アン&アンディ懐かしいでしょ。私たちの年代にはね、だから泣いて喜ぶようなキャラクターのお人形さんです。毛糸の髪の毛にこうね赤い三角の花がね特徴のねお人形なんですけども、もう一つねあります。ちょっとうるさいんですけど、こんなね感じになります。これはドアベルかな、ドアにね下げるものです。アン&アンディ昔ねすっごい流行ったんですよ、お人形さんもねいっぱい作りました。こちらは私のねオリジナルのアン&アンディなんですけども、
ちょっとねアンティーク調に古ぼけたようにわざとねひび割れしたりね、ちょっとこう汚したような感じでねこんな風に作りました。もうねこちらのドアベルの方は廃盤になってね材料は手に入らないんですけども、木工やる方だったらね簡単に作れるかなっていうようなものです。昔ね木工もねすごい盛んでね、みんな旦那さんが糸の子でね木工で形を作って、奥さんがペイントしてね、共同産業でね作品を作り上げてる方がねいっぱいいました。私はちょっとね糸の子難しかったんですけども、これをねできてるものに書いたものです。今日はねこんな懐かしい作品をお見せしました。トールペイントもね楽しいんですけども、材料ね今結構値段もね高くなってきてるので、木工される方はね自分でねオリジナルの作品を作ってみてください。楽しいですよ。トールペイントもねまたお見せしたいと思います。今日の作品はこちらの紹介をさせていただきました。土曜日にお届けしている癒しのアート館西の輪ギャラリー、こちらも楽しみにしていただけると嬉しいです。なかなかね配信できなくて申し訳ないなと思ってるんですけども、細く長く温かい目でこれからも見守っていてください。本当にありがとうございます。ではまた来週、バイバイ